すみません、八雲様にお客様がお見えです。お客様？こんな時間に？イブセ監督っすかね。まさか。はいはい、ちょっと上がらせてもらうよ。失礼します。昼間の刑事さん。はいはい、その通り。島根県警の捜査一課警部補三沢だ。同じく島根県警捜査一課警視の匠です。警視の匠です。ほう、そりゃまた随分偉い人が。警視さんって偉いんですか？警部補よりずっと上の階級だよ。この若さで警視ってことはキャリアのスーパーエリートだ。おお、それじゃあこちらの若い刑事さんの方が上司。待て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 、違う違う、こいつは警視じゃなくて警視のって名字なの。ただの巡査だ。ああ、そうなんですか。まったく、お前も俺より偉そうに名乗るんじゃねえ。まだ、すみません。ミニコントなら他でやってもらえませんかね。俺たちも忙しいんで。ミニコントじゃねえよ。倉持邸の件であんたらに用があって来たんだ。用と言われても。自分ら事情聴取はちゃんと受けましたよ。事情聴取は一回とは限らねえんだよ。まあ、とはいえ今日はそれじゃねえ。それよりも出しな。何をです？テープだよ、出しな。お前らシナハントやらでずっとカメラ回してたんだろう。倉持夫人の遺体を発見した時も撮ってたはずだ。あ、いや、まさかそんなことは。それ以外のテープも全部提出してもらう。捜査の手がかりになるだろうからな。嫌だとは言わせねえよ。なんなら強制的にガサ入れして機材全部持ってってもいいんだぞ。これで全部見たと。横暴っす、監禁による横暴っすよ。うるせえよ、漢字も知らない言葉をうろ覚えで言うんじゃねえ。それじゃこいつを預かっていくぞ。何、問題ない内容なら捜査が終わってから返却してやるよ。警視の、お前待て。はい。せっかく取ったテープ全部持っていかれちゃいましたね。まったく愚かな刑事たちですな。さようさよう、あれでテープをすべて没収したつもりとはな。
まったくでございます。このご時世、小さな USB メモリー1本でデータなぞいくらでも隠せるものを。ぬっふっふ、さて、おふざけはここまでにして、どれを出せばいいんすかね。倉持夫人の遺体が写ってるとこだ。そもそも他殺なのか自殺なのか、何か判断できる手がかりがあるかもしれない。あの様子をまた見るのはちょっときついっすね。つか、なんでそんなにこの件にこだわるんすか。前にも言ったけど、うちらただの映像やっすよ。それは言いたくないならいいっすけどね。ま、自分は監督信じて従いますよ。すまん、マガリ。これは、あざ…いや、何かの傷口か？やけどの跡のようにも見えるが、血も出てないし、様子からすると最近の傷口ではないみたいっすね。そうだな。だとすると今回の件とは関係なさそうだ。断末魔にかきむしったんだな。塩素ガスは呼吸器系に激しい症状を起こすんだ。だとすると自殺にしては苦しい死に方選びすぎじゃないですかね。自分だったらもう少し苦しくなさそうな方法を選ぶと思うんすけど。楽な死に方なんてなかなかあるもんじゃないがな。少なくとも自分から死を選ぶなんてするもんじゃない。監督は自殺とかしなそうっすもんね。うん、俺は100まで生きて大往生するつもりだからね。この金だらいもどうも引っかかるな。何がすか。いや、仮に洗剤混ぜて自殺しようとしたとして、こんなでかい金だらいいっぱいに洗剤用意するか。うん、そう言われてみれば確かに。これじゃなきゃいけない理由が何かあるはずなんだ、きっと。あれ、どうした。ちょっと待ってください。これは着物の柄で分かりにくかったっすけど、ネックレスみたいっすね。着物にネックレス、普通するか。着物のマナーは詳しくないっすけど、普通なしなんじゃないっすかね。それにこれ、どっかのブランド物って感じじゃないっすよ。作りが雑だし、多分かなりの安物っす。ほう。マガリ、このネックレスが気になる。これプリントアウトしといてもらえるか。了解っす。どうしたんすか。いや、手前の机の陰で見えにくいが、何か落ちてないか。紙切れのように見えるが。じゃあちょっと拡大してみますかね。
星愛妻の八坂に奉納されるときに。これどういう意味なんすかね。八坂にとあるのだから、八坂神社に奉納される時のことを言ってるんだろうな。しかし問題はこれが誰によって書かれて、なぜここに落ちているかということだが。変な筆跡で書かれているし、筆跡じゃ男か女かもわからないっすね。この紙が誰かとやり取りしたものだとして、そもそも今時手紙ってどうなんすかね。メールでも SNS でもいくらでもやりようがあるじゃないすか。携帯を見られてやり取りしてる相手が他人、例えば倉持さんとかにバレたらまずいからとかか。そんないくらでも偽装できるじゃないすか。監督だって飲み屋のお姉ちゃんとの LINE、 映像関係者みたいな名前で登録してるっしょ。なぜ知ってる。かまかけただけっすよ。いいから映像に集中してください。あの日の現場じゃ気づけなかったことが随分あったな。やはり映像撮っておいてよかった。マガリもありがとう。随分見るのに勇気がいる映像だったとは思うが、助かったよ。まあ無理やり作り物だと思い込みながら操作してたんで、なんとか耐えられましたけどね。やっぱりきついっす。そうだな、すまなかった。ひとまずこの映像を調べるのはここまでだ。みんなと合流して出かけよう。了解っす。露天商出てますよ。見てきてもいいですか。女の子はそういうの目ざといな。いいよ、見てこよう。はい。これ店員さんの手作りですか。そうだよ、全部ワンオフのハンドメイドだから、世界に一つだけ。よかったら買ってって。あ、こんなのお嬢さんに似合うんじゃない。監督、これ似てないっすか。ん、ほら、倉持夫人が身につけてた。店員さん、これあんたが作ったやつじゃないか。ん、ああきっとそうだね。半年前くらいにそういうデザインに凝ってた時期があったから、その頃のやつかな。それ誰が買っていったか覚えてるか。いや、突然そんなこと言われても。今言った通り半年くらい前だと思うからさ。また来たの？
今度は見るだけじゃなくてぜひ買ってってよ。あいにくここのとこの散財で金がなくてな。そのうち懐に余裕ができたら買わせてもらうよ。なんだよもう。ま、こっちは冷やかしに慣れてるからいいけどさ。倉持さんのお宅でも鯉を飼ってましたがご存知ですか？ああ、倉持さんとこ。あそこのお宅も立派なお池ありますからね。やはりこの辺りの湧き水で？そうですよ。湧き水があちこち水路でつながってますから、みんなそこから池の水を引いてくるんです。さらにあちらへと流しておるんですわ。はは、だから池の水がよどまないんですね。そうです。こっから藩校養老門のあたりまでざっと歩いたらわかりますけど、道沿いにずっと水路が走ってるんですわ。柴さん、皆さん今日もここへ登られたんですねもしかして柴さんがいるかと思って。あ、私に何か用事でも？いえ、ちょっと倉持夫人のことでお聞きしたいことがありまして。ああ、いや、そんなに難しい話じゃないんですよ。ただ夫人には個人的に手紙のやり取りをするような方がいたのかちょっと知りたくて。手紙って紙の手紙ですか？そう、メールや LINE とかじゃなくて紙の手紙です。いないと思いますよ。そもそも郵便受けの鍵は倉持先生しか持ってないし、手紙は全部先生が目を通しますから、個人的なやり取りとかないと思います。ああ、なるほど。ですよね。今時スマホで連絡すれば済むのに、わざわざ紙の手紙なんて。あ、いえ、奥様はスマホも禁止なので、それも無理だとは思いますけど。スマホも禁止なんですか？なぜ？柴さん、このご時世にスマホ禁止というのはちょっと不思議な感じがします。夫人は一体誰に、なぜスマホを禁止されていたんです？それは…柴さん、我々も困ってるんですよ。何しろこの事件が解決するまでは参考人として津和野を離れるなって警察に言われてましてね。
そうなんですか。そうなんです。おかげで滞在費やら食費やらで予定していた品班の予算をどんどんオーバーして、なあマガリ。え、このまま行くとあと 2,3 日でうちの事務所の金が尽きちまうよな。ほんとほんと、こうしてる間もどんどん出費だけがかさんで、このまま行くと不渡り、融資の引き上げ、倒産、ファンダメンタルの悪化に為替の大変動、株価の大暴落、それが引き金となって世界大恐慌。おまけに自分なんて来月から無職になってしまうっす。そんな恐ろしいことに。そうなんです、そんな恐ろしいことになるんです。それを避けるには一刻も早く事件を解決しなきゃいけない。そのためにシワさん、全てを正直に話してもらわなきゃならんのです。わかりました。それじゃあお話しします。おお、ありがとう柴さん。ではスマホの件について話してくれますね。はい、実は先生は奥様の浮気を以前から疑っていて、半年ほど前から奥様一人の外出を禁止、スマホも取り上げてしまったんです。なるほど。さっき郵便受けの鍵も倉持さんしか持ってないと言ってましたが、それも外部との接触を監視するためだったんですね。ええ、それに私も先生が不在の時は奥様の様子を見張ってるようにと言われてて、来客も全部私がお相手することになってたんです。それは。で、実際のところどうなんです？夫人は浮気を？それはありません。でもそこまで倉持さんがするということは何か確信めいたものがあったのでしょう？いえ、そこまでは。ただ1年ほど前に奥様が購入したピアノのために調律師の伊藤さんという方を呼んだんです。その方と奥様はすごく仲が良さそうで、それから何回も呼んでらしたんですが、ある日。それを倉持さんが目撃して激怒したと。はい。それが伊藤誠也さんなんですね。はい。何です？私が知ってることは全部話しました。もう行っていいでしょうか？今日は先生のお宅の立ち入り禁止が解除されるので、私も後から先生のお手伝いに伺うことになってるんです。ああ、そうですか。いや、もう大丈夫。行っていいですよ。柴さんのおかげで我が事務所も倒産を免れそうです。ありがとうございました。だったらよかったです。それじゃあ。さっきの話ひどいですね。外出禁止してスマホまで取り上げるなんて、奥さんがかわいそうです。俺も聞いててそう思ったよ。あれじゃ一種の DV だ。本当ですよ。
そんな性格の旦那さんだから夫人は浮気したんじゃないですか。ひとあちゃんは夫人と伊藤誠也が不倫関係にあったとそう思ってる。多分だから二人は。いいよ、考えてること言ってごらん。あの、心中したんじゃないかと。心中か。そうだとすれば夫人の足元にあった手紙も説明がつく。束縛されたカゴの鳥が互いに同じ日に死を選ぶことで離れ離れでも心中になるってわけだ。問題は外部との接触を断たれた状態でどうやってそれを示し合わせたかだが。そりゃ簡単っすよ。折りたたんだ手紙を塀の外からポーンと投げれば。